展示用模型飛行機の一例。模型航空機は航空機の模型と航空機型の飛行する模型の総称である。模型航空機の設計、製作、飛行など関連する活動については模型航空を参照のこと。模型航空機はスケールモデルを中心とした展示用模型飛行機などの飛行しないものと飛行するものに大きく分類される。 飛行する模型の正式名称は模型航空機であるが航空機の代表例の名称である模型飛行機を通称として代用される場合も多い。競技用の模型航空機は国際航空連盟のスポーティングコードに定義され世界各国がそれに従う。また各国が独自の国内競技規格を制定するときも上記を基準とする。模型は実物よりも小型であり、 重量、出力、揚力の比率が実物と大幅に異なるため、過去に飛行機として制定された競技規格において、飛行機の飛び方の定義を逸脱する機体が出現している。このような技術革新による当初の枠組みからの逸脱を容認できるように、ファイスポーティングコードの中で模型機を指す言葉は、模型飛行機などを使わず、当該模型など曖昧な故障を使っている。 模型航空機の基準は人が乗れないものとされているが、無人航空機のように十分な出力と大きさを持ちながら人の乗れない飛行機もあり、それだけでは十分ではない。ファイスポーティングコードにおいては、セクション 4C 模型航空機の総則において模型航空機を以下のような趣旨で定義している。模型航空機とは限定された大きさの人を乗せることのできない競技、 スポーツ、レクレーション目的であり、商用、公共事業用、科学、研究用、軍用などの目的の無人航空機ではないものを言う。さらに、ファイの模型航空機の記録の申請は、事故の使用の模型航空機とする。2011年6月1日の改定では、日本模型航空連盟は、模型飛行士登録適用一般機体使用限界は、このように規定している。 模型航空機の定義については、このように不明確な点があり、競技の場合、法的な場合、損害保険不法の場合など、状況において個々に判断せざるを得ない。マルチコプター等を含む無人航空機に対する規制を適用する改正航空法が2015年9月4日に可決成立、同年12月10日に施行された。改正航空法では、 無人航空機の定義として、飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって、構造承認が乗ることができないもののうち、遠隔操作または自動操縦により飛行させることができるもののものを除くとしている。そのため、ほとんどの屋外飛行可能な模型航空機は、無人航空機として、例えば人口密集地域での飛行が国の許可制となるなど、 新たな規制が課されることになった。なお、総重量2 0 0ム未満等であるものだけが、航空法上も模型航空機として扱われる。工述の高規制も参照。飛行模型は、軽量で飛行荷重に耐えられる強度を必要とし、そのために使用材料や構造が制約される。展示模型は、その制約がなく、外形を忠実に再現するために、 最適の材料や構造を自由に選択できる。したがって、両模型の材料と構造は大きく相違する。飛行模型については、軽量木材であるバルサ材のほか、霧、ヒノキ、スプルース、竹、合板などが、強度と重量を考えて使い分けられている。最近は、樹脂材が、そのまま、あるいは発泡材、繊維強化プラスチックなどの形で使われることが多くなった。 構造としては、軽量で丈夫にするために、一般に細い骨組みと枠を組み合わせた中空の実機と類似したものが使われる。非常に小さい簡単な機体では、軽量木材や発泡プラスティックを使った中軸構造もある。機体の表面は紙、絹、バルサウス板などが貼られ、ラッカーやドープなどで塗装される。最近は蒸気に変えて、 プラスティックのフィルムを貼ることが多くなった。実機をそのまま縮小したスケールモデルでは模型飛行機の理想的形状と乖離してしまうので少々手が加えられている。効率を犠牲にしてもディテールに力を入れることもある。飛行するための模型航空機は操縦型と非操縦型に大別される。非操縦型は地上、飛行車と 物理的に関係のない状態で飛行するものであり、この飛行状態をフリーフライトと呼ぶ。操縦型には、柵を経由して、機械的に操舵を行うコントロールラインと、電磁波を使って操舵を行うラジオコントロールがある蒸気のそれぞれが、グライダー、ヘリコプター、オートジャイロ、オーニソプターなどの各種航空機の形式に分けられ、さらに、数多くの競技級に分割される。 模型航空機では、ゴム、電気モーター、小型のピストンエンジンが多く使用されるが、ロケットや小型のタービンや、パルスジェットや圧縮ガスエンジンもある。早々期、アルフォンス・ペノーラが活動した19世紀には、動力にはゴムが使用されていた。他に容易に入手できる軽量で強力な動力源がなかったこともあり、長い間使用された。 2000年代の競技用模型では15分から1時間近く飛行するものもある。ゴム動力と同じくらいかより古い景色に蒸気機関があり、航空士の初期に用いられていた。1848年、英国のジョンストリングフェローが蒸気動力の模型飛行機を飛行させた。ハイラム・マキシム・アトニ飛行機が蒸気エンジンにより人を空中に飛ばせることを示した。サミュエル・ラングレーは、 来年式の模型飛行機を作り、長時間の飛行を行った。1807年、1819年、1850年に、ジョージ・ケイリーは火薬を燃料とするオーニソプター、模型飛行機を作った。彼は火薬を燃料として使用することは、有人飛行には危険であると結論付けた。来年期間、米国コーストガード C-130J の大型模型。縮尺1。 7両翼5.6メートル 42cc のガソリンエンジン4機を搭載。後ろには操縦や維持管理を行う乗員たち英国グロスターシャー州ケンブル飛行場にてより大きく重たい模型には内燃機関の一種であるグローエンジンが使用される。グローエンジンは自動二輪に使用される小型のガソリンエンジンに似ているが異なるものである。 単純で廉価なグローエンジンは2ストロークで燃料着火にグロープラグを使用する。燃料にはメタノールとニトロメタンの混合燃料にオイルを混ぜたものを使用する。始動時には外部から点火線に通電する。回転数が一定になったら通電を止める。ガソリンエンジンに必要とされるマグネットは必要ない。4ストロークエンジンも同様である。模型用エンジンの排気量は 最小の排気量である0.01立方インチから1立方インチ以上まである。単純な模型飛行機用のエンジンはグロープラグを使用しないディーゼル式のものもある。模型用ディーゼルエンジンは横混合技可変圧縮比エンジンである。2ストローク機関が主流で排気量 0.1cc 程度の超小型のものからある。燃料は灯油、GTL 灯油、流動パラフィンが 主成分で4から5割ほど、燃料を気化させるため、ジエチルエーテルを3割ほど、それに、潤滑油としてヒマシ油が2から3割ほど、燃焼促進用の添加剤として、硝酸エチル、ア硝酸アミル、硝酸イソプロピルを混入したものが用いられる。模型用グローエンジンと違い、グロープラグがいらず、小型化が可能、圧縮比の高さで効率が高い、トルクがあるなどの利点があり、ヨーロッパでは、 人気がある。ジェットエンジンとロケットエンジンミニチュアのジェットエンジンアメリカでのロケットの打ち上げ近年、愛好家の間では模型用のジェットエンジンが普及しつつある。模型用ターボジェットエンジンは実物のターボジェットエンジンを単純化、小型化したものではなく模型用に開発されたものである。最初に模型用に開発されたタービンは1980年代に 英国のジェラルド・ジャックマンによって開発された。愛好家により、ジーテヴバが組織されている。パルスジェットエンジンは、第二次世界大戦において V-1、1飛行爆弾によって使用された。グローエンジンにより小型だったがうるさいので普及しなかった。ダイナジェット車のものが多く使用された。ロケットエンジンは1950年代に滑空機の加速に用いられた。 ジェテックスとして知られる形式が一般的である。モデルロケットエンジンは単断式で10秒くらいの燃焼時間である。A、B、C 等のカテゴリーに分類される。電動電動機は蓄電池から供給される電気でモーターを回転させる。初期の電動模型は直流モーターとニッケルカドミウム蓄電池を使用していた。後により、 高効率なブラシレスモーターを使用したものが普及した。蓄電池もニッケル、水素蓄電池や近年では、より高容量のリチウムイオンポリマー二次電池が使用されつつある。それにより飛行時間は大幅に増え、飛行性能も黒エンジンと遜色ないものになりつつ、ある。さらに、先進的な無線操縦愛好家により、太陽電池を用いるものも開発され、2005年には、 カリフォルニア州で48時間16分の記録が樹立された。二酸化炭素二酸化炭素を動力とするものもある。大口径でピッチの大きなプロペラを回転させる。ユニフロー式のエンジンで今日ではガスパーンとマデラ社から供給されている。内燃機関や電池は作動するにつれて熱くなるのに対してゴム動力と同様作動するにつれて 冷たくなってゆく動力として知られる。これは、熱力学的に考えると、はじめに、負のエントロピーを蓄積していて、作動するにつれて周囲から熱を吸収してゆくことを意味する。大半の模型飛行機では、プロペラの回転によって推進力を得る。プロペラダクテッドファンダクテッドファンは、筒状のダクト内に、プロペラとモーターあるいはエンジンを設置することにより、 ジェットエンジンよりも安い費用で、ジェット機を再現するものである。ジェットエンジン実際の航空機と同様に、ジェットエンジンの噴射により推進する。超小型のため圧縮機は、延伸式となっている。また、パルスジェットエンジンも存在するが、数は非常に少ない。ロケットエンジン模型ロケットエンジンには、黒色火薬や実機と同じコンポジット推進薬を噴射して推進する。 モデルロケットがある。オーニソプター羽ばたき機はプロペラを持たない。鳥のように翼を羽ばたくことにより不要力と推進力を得る。日本国内では航空法等の法令に基づき、次の規制がある。ありがとうございます。